さて続きやっていくぜ。でここの左下の石像を乗っけたことによって行けるようになった扉の奥に進むみたいな、なんかボス戦だと思うんだけど、そういうところからよね。で編集してて気づいたんだけどさ、これ最初のオープニングでさ、この世に悪があるとすればそれは人の心だとかって言うじゃん、エドワード・デー・モリス。あれってさ、そのこのおじさんをさっき助けてくれた人もなんとかデー・モリスンっていう名前だからさ、関係あるよね。あのエドワード・デー・モリスンと身内だよな多分な。でアップルグミ手に入れて、まあ多分今この墓地のさらに奥にいると思うんだけど、あれ宝箱ある？ん？あいついないの？あ、待て待て、ここの手前の開かずの扉があったと思うんだけど、そこの鍵かな、それがここで手に入りますよっていうことなのか。じゃああいつは、あのモリスはどうやって奥に行ったのっていう話だよね。鍵が何複数個あって、最初にモリスンは、まあ、自分のもともと持ってた鍵を使って、なんか不思議な力を感じる、大事に取っておこう、鍵でしょ、あ鍵じゃない、レースルビーを手に入れました。はあ、レースルビー、アイテム欄にはない。あ、待って、プロテクトリング、先進が刻まれた指輪、敵の物理攻撃を無効化する、破壊確率 99%。 めっちゃチートアイテムじゃないの。破壊確率って どういうこと、ぶっ壊れん の呪われた装備みたいなやつ。そして今入手したなんとかルビーみたいなやつはアイテム欄になかったんだか。あーと待って、おじさんのマントをプロテクトリング、ちょっとこれ装備してみるか。呪われてないのか、大丈夫か。これ物理攻撃無効化するっていうめちゃくちゃチートなアイテムなんだが、で今手に入れたアイテムの名前が結局わかんないんだけど、ちょっと待って、アイウェイを順にした方がいいか。レイスルビーみたいな名前じゃなかったっけ。ないな、ねえわ、やっぱりねえわ。カスタムで、いやカスタムは違うか。じゃあどうすりゃいいんだ。でももう行き場所がないからまた戻るか。今の手に入れたなんとかルビーみたいなやつが、それがあればあの重厚な扉を開けることができるみたいな。ダメージ食らってなくないか今。ダメージ食らった？なんだったんだ。ダメージを食らったのかどうかもちょっと分かんなかったんだけど、今のおじさんの HP が477だから、それを維持できてればダメージを食らってみないとちょっと分かんないんだけど、これはもうあとはチェスターが頑張ってくれればどうにかなる。わざわざあれなんだな、これ勝利した時のポーズ決めるために画面の右側に行くんだな、おじさん。その時の隊列の形になる習性があるっぽいよね。こっちかな。まあ元に今来た道を多分戻れば、あの重い扉の閉ざされた場所に行けるのかなとは思うんだけど、でちょっと技使うか。おいいね、強い。さっきあれだな、ちょっと距離離れてたから不意打ち食らった時とかにあれだな、もう一個の方の技やればいいよな。あれ発動するの、発動方法どうだったっけ。 7% だもんね。まあ多分距離が離れてる場所でこれは発動できますよってことだと思うんだけど、奥義魔神飛燕客を、
これ外すみたいなのできないのか。 B で切り刺さざ上プラス B、 B または上プラス B か。でも非遠連脚しかしないよね。外し方みたいのも分かんないし、あ、元に戻す？あ、これか？元に戻すを選ぶことすらできなくなってる。え、うん、ま、あれ？帰り道こっちじゃなかったっけ？あ、違う、ここあれが物を置いてあった場所か。もう一個下の画面から戻りなさいみたいな。いや、てか普通に今ダメージ食らってんな。ちょっと非遠連脚で。あのプロテクトリンが何なのかようわからんよな。なんかさっき一瞬ダメージ食らわずに済んだような感じしたんだけど、気のせいだったのか。ディープミストを覚えた。マヌーサ的なやつかな。砲術の一つ、敵の周りに敵の命中率を下げる切りを発生させるマヌーサだな。要はな、マヌーサを覚えてくれたと。ディープミストの方が分かりやすいよな。あれ、冬打ち食らってる。おお、距離が離れてるから多分当たってるよね。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。これ多分魔人剣のレベルも多少は少しずつ上がってるみたいな感じかな。うんうん、 12% になってるもんな。まあ、戦闘しまくっていればそのうち100になりますよと、そういうことだな。お、いいじゃんいいじゃん。これもう、魔人剣をゴリゴリと上げていこう。使いまくればいっぱい上がるんじゃないか。で、あの TP も4ぐらい回復してるから、はいはい、20まで増えた、一気に増えた。で、戻れば、うん、とさっきの扉がいっぱいある部屋そろそろか。ああ、いや、意外と長えな、意外と距離あるな。このタージュこんなに深かったか。はい、で、ここの扉よく今戦闘しな、戦闘ならなかったな。結構長い時間戦闘ならなかったけど。で、おじさん、さっきお昼にラーメン二郎を食べてきた。ラーメン二郎というか、ラーメン二郎の系列店のお店でもう昼飯をたらふく食べて、その後お腹いっぱいになりすぎて寝ちゃって、まあ、今夜なんだけど、夜になってまたこれを撮っている。で、扉開いたね。はい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 、謎の魔法陣。おーおーおー、なんか急に アクションゲーム的なの始まった。これで移動して、はい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 、あの宝箱とか全部取れみたいな。でもこのマップ見覚えあるな。俺他の人の実況で多分見たのかな、このマップは。おお、新キャラ出てきた。オッケーオッケー、こういう時こそ非遠連脚よ。ちょっと待って、チェスターなんかボコられてないか。チェスター後ろで思いっきりボコられてんだけど。あ、この距離でも非遠連脚やっちゃうんだ。で、おじさんレベルアップ。ああ、なんか新しい技覚えた。疾風陣雷みたいなの覚えた。うーん、で、特技の、いや、なんか呼吸苦しいな。呼吸ってか、お腹苦しいせいで呼吸が苦しい。収葬雷山、これつけてみるか。これでもさ、おじさんの装備が切り技しかできない装備なのかな。切り専用の刀剣で書いてるもんな。あ、月専用、はい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 。あ、じゃあレイピアを装備すれば、ちょっとレイピア装備してみるか。レイピアを装備することによって特技が
うん、そういうわけでもないのか。いや、非遠隣客はできるけど、いや、要は遠距離だと、魔人剣しかできなかったけど、今はレイピアは、斬撃じゃなくて突攻撃しかできないから、遠距離だとこの周相雷斬の技をやるみたいな、そういうことかな。一旦この状態で行動したら、ほう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 、非遠隣客してるよね。レイピアはどっちでもできるけど、ちょっとあれだな、距離離れた場所で、距離離れた場所で敵と戦ってみないとわからんな。あー、でチキンを手に入れた。いや、このフードが何なのか、うん、ようわからんよな。まあ、フードサックに入れるか。え、俺どんだけフードチーズめっちゃ持ってない。フードサックに食料を入れることができません。え、他になんか肉みたい入れれないよね。フードサックが何なのか結局ようわからないよな。あれ、ライフボトルこんな持ってたっけ。ちょっとアップルグミで、でチェスターも回復するか。あ、今とりあえずこんだけ回復してやれば大丈夫と。え、あ、ダメージ食らってる。え、ダメージ食らってる。599。あ、回復してない。いや、減ってるわ。あ、減ってるな。なんか一瞬回復してなかったか。うん、よくわかんねえな。あと、フードが減ってる。フードが減るっていうのは、どういうこと？あ、わかった。そういうことか。フードって、フードを貯めていれば、戦闘中じゃないときに歩けば自動で回復するリジェネの効果があるってことか。だって今歩けば、HP 回復してるよな。今、おじさんが604でフード130でしょ。おじさん607でフードが120に減ってるから、つまりそういうことか。はあ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 。いや、ようやくシステム的なのを理解してきた。フードサックに入れて、いや、もう食べ物手に入れたら、もうガンガン、あれだろ、フードサックに入れていいんじゃないか。あ、これ、限界、200が限界なんだ。はあ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 。これ逆にダメージ食らってない時に歩いたとしても減りはしないんだ。HP が減ってれば自動で調整できるみたいな、そんな感じような。はいはい、宝箱、ナイス。リバースロールを手に入れました。何？リバース？戻る？戻る人形。あ、チキンがある。ちょっと待って、ああいう順にするわ。リバース、身代わりの彫像、気絶してもすぐに復活できる、破壊確率 99%。 破壊確率ってのがよくわからんだけど、あ、そういえばおじさんのやつ、あー、なくなってる。ぶっ壊れたってことか。破壊確率 99% ってことは、つまりそういうことか。死んだ時にぶっ壊れ、要はこれ、その死んでも蘇るけど、99% の確率でこのリバースドールがなくなりますよみたいな、そういう意味か。だからさっきも物理攻撃を防いでくれたけど、一回こっきりみたいな、 99% の確率でぶっ壊れて次は使えないよみたいな、そういうことだと思うんだよな。そういう意味なんじゃないの。ちょっと使い勝手微妙だな、そう考えたら。あれ、マント装備してなかったっけ、もともと。あー、まあ一応マントつけといてやるか。これつけたところで見た目別に何も変わんないけどな。で、TP がすごい勢いで減ってるから、フードで
回復するわけでもないもんな、TP は。ちょっと無駄遣いしすぎてた感あるから。あ、オッケーオッケー、魔人剣。ちょっと遠距離で魔人剣。でも今の武器ってさ、遠距離だったら、魔人剣じゃなくて別の技発動する。なんだっけ、収葬、なんか爪っていう字が入る、よくわかんない技、発動すると思ってたんだけど、そういうわけではないのか。んで、チキも手に入れて、仕様がようわからんよね。この収葬雷山はどう発動したらいいんだ。いやー、もうわからんね。もうわからんから、とりあえずレイピアやめて、またサーベルに戻すか。ああ、まあいっか、サーベルにして、ちょっと足場早く戻ってきて。で、今もうだいぶ胃が疲れてるわ。いや、ラーメン二郎食べて、その昼寝3時間ぐらいした後にであるにもかかわらず、もう胃がもたれてるような、なんかそんな感じ。とりあえずこいつを一回ぶっ倒して、お、いいね、昇竜拳。で、あとは左側のやつを魔人拳で倒すと。で、そんな疲れた胃に対して癒しの飲み物、まあ、今日はいつもとちょっと違うんだけど、セブンイレブンに売ってあった、スタバのアイスドラテってやつを飲みながらやっていく。昔ね、ちょろっと飲んだことあるけど、なかなかうまいよね、これ。あー、なんかね、なんだろう、カフェラテ、お風呂上がりとかに飲むコーヒー牛乳の味に近い。いや、癒される味だよ。んーで、また重々しい扉が、あ、まだいいや。ちょっと待って、まだ、あれ行く前に、他の、今取れる範囲の宝箱とかそういうのを取っておいた方がいいと思う。ミントあれだな。これで。よし、いいぞ。1戦闘につき最大で2回ぐらいだな、許容範囲。そのやりすぎちゃう可能性あるから、まあ、適度にがいいと思う。で、は、はよ戻ってきて。下のやつがあれだっけ、下の方に行ったやつか。はいはいはい、お宝、ラビットシンボルを手に入れました。ラビットシンボルって休息のそのシンボルってことだから、臨時のセーブができるみたいなアイテムなんじゃねえかな。お、いいぞ。あー、失敗してる、クソだ。ちょっと もう一回ピコハン。え、また失敗してる、何なのこの女。まあ、20秒に1回ぐらいピコハン出してくれればちょうどいいぐらいだよな。で、ラビットシンボルの、あー、もう探せない。ちょっと待って、あいうえおじゃん。ラビットシンボル、え、装備品、ウサギの足。あー、お守りの一つとして名高い。ラッキーが 10% 上昇する。運の良さを上げた方がいいような気もする。というわけで、マントをやめて、ラビットシンボル。そもそも運の良さってステータスにないんだけど、意味がある装備品なの。運の良さってある？ああ、この画面こういう風になるんだ。おじさんアルベイン、剣士見習い。はあ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 。あ、ロングレンジとやっぱショートレンジか。うん、まあだけどあんまり技の出し方はよく分かってないんだよな、自分でも。ラッキー209になってるね。はいはい、そういうことか。あー、で、ミントアドネード。こいつこんな顔なんだ。女の子って言う割に、まあまあな年齢、17、8歳だからあれなんじゃないの？
なんか親の死もある程度受け入れられるぐらいの年齢なんじゃないの。おじさんは気を使ってあの時教えなかったけどよ、こいつの親死んでるっていう、こいつの親の名前なんつったか忘れたけど、運なさすぎじゃないこれ。運低いぜ。でラッキーの上は AGL アジリティか、上が上は防具か、コンディション、なんだろう、 STR はストロングか、強さだったよね。あ、こいつ羽生結弦みたいな見た目してんだ、チェスト。はあ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 。え、てか防御弱すぎね。レベルが、いやレベル同じだ。なんかろくなもん装備してんのか。このチェスター。命中30の倍94か。一番命中高いんだな、でもチェスター。なんかステータスの見方がいまいちわからんから、そこまで参考にはなんなかったけど、はい、っていうことで、レバーを引いてみますか、でイエスの方を選んで、あー下の方にも行けるようになりましたってことか。はい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 。もうおじさんの独壇場みたいになってる。届かねえだろ。あー一応届いてる。届かなかった時が失敗になるのかな。当たっても失敗になる時あるよね。でチキンも手に入れて、あーもうフードチ、いやあるか。でもさ、あんまり回復してなくないか。466でしょ。あれ回復しねえな。あ、いや486になってる。一応回復はしてるか。いや逆なんだよな。魔人剣使ってるけど、ああオッケーオッケー、下にいるね。いいぞこれ。わざわざね隊列入れ替えるのもめんどくさいからな。まあ、離れている場所に出てきたら今みたいに攻撃するのが吉と、そういうことだね。あ、え、なに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 、レースレビュー落としてしまった。ああ、そうだ、そういう名前だよな。でもアイテム欄になかったぜ、もともと。どうすんの、落としちゃったけど。これってなんだろう。なんだこれ、浮いてる。かっこいい。チェスタードン引きしてる。あスーパーマンみたいだ。レビデとかかってんじゃん。これ戦闘中どうなってんの。戦闘中は浮いてない。よしよし、気絶、よしよし、いいぞいいぞいいぞ。今一気に攻め立てる時だったろ。あー当たってね、思いっきり空振りしてるわ。ちょっと動きの激しい敵に対して使わない方がいいかもしれないな。んでチキンもありがたくいただいて、で、あー、まあいっか。毎回この魔法陣の上に立つとポニョンって音鳴るね。あ、これか、また落としてんじゃん。下の階に落ちたか。構造がどうなってるのか分かんないんだけど、そもそも下の階どうやって行くのっていう話なんだけど、道がねえだろ。そもそも下マグマなんじゃないのっていうお話なんだけど、いや後ろのやつ気絶させたところでって話なんだけど、うわ、肝心の時に攻撃当たってくんねえんだもんな。もうちょっとな、エイムをどうにかしてほしいわ。ああ、なんか浮いてたのに。はいはいはい、もう一回あれか、時間経過で浮いたり浮かなかったりするのか。いや戦闘中にもあのフードで回復してくれればいいのになって思うんだけど、きちいよなその辺な。戦闘中のそのボス戦で HP が本当にゴリゴリ削られちゃうから、それをどうにかしてほしいなみたいに思うことはあるんだけど、いやダメだこれ、浮いてても浮いてなくても何したらいいか結局のところわからないっていう、この悲しさ。
でも浮くのは何かしら意味あるから浮いてんだろうな。いやもう気絶してるからそんなにピコハン乱用しなくていいんだぜミント。もうちょっとよ、空気を読んで行動してほしいところなんだけど。いやーまだ開かないもんな。で今おじさんレビテッドかかってないけど、レビテッドかかってない状態で下に降りて、なんかある？あ、こっちにピコハンやってたの？当たってるか？見えないからな。オッケー。チェスターのな飛距離が今の矢よりも 10m ぐらいさらに遠くまでね飛ばせれば申し分ねえんだけどさ。ちょっとフードプロセッサーになんか肉とかよ、チキンなかったっけ、チキン、チキン8個もあるか。あ、これじゃ無理。このフードもある程度その冒険を進めれば上限値増えるんじゃないかな。今は200だけど、いずれ1000とかに、まあ、なってくれることを信じてやっていくしかないよな。あーまずい、ちょっと待って、ミントの TP のが減りまくってるから、さすがにちょっと作戦考えよう。呪文は使うんだね。で下に行くにはどうしたらいいのっていう、あるじゃん下に行く道。でもさっきダメージ食らわなかった、あの部屋ダメージ食らっちゃうからあんまり歩きたくないんだよな。トラマナみたいの覚えてないから、それを何、リジェネ使って、まあリジェネっていうかフードを使ってご了承しなさいねってことなのか。ああ、あるもんな。ああ、痛い。これフードすごい勢いで減ってくるよね多分。飛び戻しました。はいはいはい、取り戻したところで HP 今どんな、あーでも400あるか。いや、トラマナ覚えてくんねえかな。ちょっと うざいから、密集してる場合は普通に非炎冷却使った方がいい。あー気絶しちゃった、待て待て、気絶してボコられてる時にボコられるのはよくない。 HP がすごい減っちゃうから。はい、ラベンダーを手に入れました。ラベンダーどんなアイテム？トイレとかに置く系。薬草の一種、ストロングが一時上昇する。これ使おうぜ。おじさんの強さを上げて、いいね、力の種を手に入れましたと。手だ。あー、ちょっと待って、フード、チキンを、フードサックに入れて、これでまたゴリをしよう。ゴリゴリ歩いていって、まあ大丈夫か。まあ、こんなもんか。あんまりあれな、回復量そこまで多くねえな。ある程度の距離歩かないと回復してくんないっぽいよね。で、ちょっとせっかくだからもう一回レビテートかけて、さっきのレースルビーだっけ？それを使って、ちょっと技使って。よし。OKOK。2体以上同時にダメージ与えてくれるのマジで優秀。残り1体とかだったら技使わなくても、まあ、ご了承で通りがなるよねっていう感じだから、まあ、複数体いるときだな、技使った方がいいの。で、ここ開くよね。はいはいはい。ああ、セーブがある。ってことはだよ、ボス戦なんじゃねえかな。多分ボス戦だと思う。一旦、回復しておいて、いや、こんだけあれば十分か。で、オレンジが TP 回復で、ファナシアボトル持ちすぎだろ。こんだけ持ってるけど、状態異常一回もなってないからな。ミックスグミ。グミの類が、まあ、回復だよね。これ、戦闘中に使うのがスペクタクルズ。一回も使ってないけど。アワーグラス。これボスに効くのか。フードサックに入れて、
ょっと歩いて回復、回復してるかな。170、574、584、回復はしてる。あーちょっと怖いな。まあいいや、行こう。はい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 、中ボス戦的な。あーゴーレム2体か。あ、ちょっと待って、これあれだ、ミントは攻撃補助を使え。もう一気によしよし一気にゴリ、ゴリ押し、ゴリ押し、おし、いいぞいいぞいいぞ。一気に攻め立てて、こいつ気絶に、気絶に対して耐性あんまりないから、おいて48はで痛すぎる。よしよし、オッケー。あ、お金美味しいよね、ほんと。もうごっちゃごちゃになりすぎて、ミントの姿が全くもって見えなくなってるけど。で、ホーリーボトルを手に入れて、ホーリーボトル2つ手に入れて、ホーリーボトル、なんだっけ、聖なる、聖属性のボトル。あー、聖水か。あんまり用途があれだな。ちょっと微妙だよね。で、もう一回セーブして。さあ、いざ行こう。